みんななんかね、昨日まで背景なんかこういうのとかいろいろ貼ってたですよね。ここに貼ってたからこそなんか寂しく感じる背景が、なんか引っ越したての人みたい、なんか引っ越してきて1日目とかの背景じゃないですか。ちなみに残ってるのはこのおしゃべり会のやつですね。なんかイベントやってた時はあのこういうものが多かったので、こう貼る場所がなくって、他に貼る場所がなくて、ここにもうなんかホワイトボードとかねあったんで、貼る場所がなくてちっちゃいんですよ。そう、おしゃべり会ありがとうございます。ありがとうね。そう、ぜひあのおしゃべり会もよろしくお願いします。皆さんぜひぜひあのポチポチっとしてくださると嬉しいです。嬉しいです。私ツイートの狐とクマ耳のさえ可愛すぎて時間が止まりました。そう、あの今日ね、あのおしゃべり会でコスプレをしたんですよ。そう、コスプレ去っていくね、ありがとう。何のコスプレかと言いますと、あのクマと狐なんですけど、その私のさ、あのオリジナルキャラクターがあって、ウサギとキツネとクマなんですけど、ウサーやベアやネーヤンって言うんですよ。それのコスプレしました。そう、それのコスプレしました。キャッピキャッピ、サヤのおしゃべり会は楽しいのよ、ありがとうございます。楽しいのよって、楽しかったです。今日9月最初のおしゃべり会だったけど、今日はねあの土曜日か、土曜日だからあの長かったですね。5部まであって、うん、綺麗で、ありがとうございます。ありがとう、キャッピキャッピ、ありがとうございます。でなんかツイッターでツイートしたんですよ、あのキツネとクマどっちがいいですかみたいなツイートしたらね、圧倒的ネイヤンすぎてびっくりした。なんかネイヤンの人気にびっくりした。私は本当に、あ、本物だったんだって思った。出会いや大丈夫かって思ったけど、バルちゃんありがとうございます。楽しかった、楽しかったよ。やっほ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 、ありがとうございます。で今日はあの昨日までのビスさんのショールームイベントで、あの最終枠さ、あの書けなかったじゃないですか、くまちゃんタワーいただいたのに、あのアバターをね、だからそれを書きながら、まあおしゃべりしながら書いていけたらなと思ってます。そうそうそう、ベアンやピエンだよね、本当に人気が、人気越されちゃってかわいそうですよね。では書いていきたいと思います。早速 お難しい絵なのですが、人間の絵って難しくない？人間のさ、なんか動物は割と描き慣れてるんですけど、人間の絵がね結構難しかったりする。こんばんは、よいしょ、レベリカありがとう。え、こちらこそありがとうね。難しい、手がいっぱい生えてる。え、なんか怖いんだけど、目が痛い。てかさ、昨日私さショールームで泣いたじゃないですか。なんか目が腫れてっていうか、腫れたっていうか、なんだろうな、むくんでるっていうか、そう、それでなんかねすごい写真が漏れなかったの今日。本当に全部漏れなくて、本当ねやばかった。激戦してさ、ツイッターに載せたよね。本当になんか目がなんかむくんでるっていうか、なんか重たいんだよね、ここのなんかここの肉が肉がなんかさ、なんか
顔もなんだけどさ、なんかむくんでるんよ今日むくんでて、あ、たくさんハートとか、あのたこ焼きじゃなくてなんだっけこれ、たい焼きとか、サルちゃんとかハートとかありがとね。この七夕みたいなのもありがとう。そう、漏れなかったの写真が、びっくりするほど。せっかく可愛いコスプレをしたのに、そう、顔がついていかなかったつらい。むくんでても綺麗です、ありがとうございます。いつでも可愛いよ優しいか。よいしょ、はい、一人目ありがとうございます。なんかね、これ、あ、サルちゃんありがとう。なんかあの、なんだこういう、え、これなんですけど、これでにしてみました。ありがとうございます。じゃんなんかだいぶ顔が違うんですけど、ありがとうございます。ありがとね。次よいしょ。今日も美しすぎます。誰にでも言ってそうだな誰にでも言ってそうだな。ありがとうございます。しかもね、今日ね、狐のコスプレをしたじゃないですか。したじゃないですか。で、あのご飯が狐うどんだった。だからちょっと写真撮って自撮りしたやつをメールに送った。今日の前髪とタイプかもしれん。本当？これ大これ本当に？ありがとう。なんか最初さ、前髪こうやってやってたんだけどさ、もうなんか巻きが取れてきちゃったからこっちでいいやと思ってまとめちゃった。でこだし、久しぶりのおでこだしですね。多分イベントの時は毎日ちゃんと前髪頑張って作ってた気がするんだよね。卵食い、それな、きつねうどん、きつねが食べてた今日。お稲荷ならきつねで、確かに私お稲荷さん大好き、めっちゃ好き、昔から大好き。なんかおばあちゃんがよく作ってくれてたかも。なんかおばあちゃんちといえばお稲荷さんと納豆巻きって感じ。ありがとうございます。ありがとね。似てないこれ、大人っぽく見える。え、やった、お手紙みたいなのありがとうございますありがとう。いや、なんかのんびり配信できるっていいね、やっぱり素敵なことだ昨日まで本当にハードスケジュールすぎてさ、もう刻み刻みでやってきたから、なんかすごい楽ですね。普通の配信ってこんなにも楽なんですね。ありがとう。ちゃんと寝た、え、寝た今日。みんなもちゃんと寝ましたか？寝ましたか？もう一回見せて。あ、オッケー。ちょっと待って。さっきの絵。てか昨日さ、私さ、モバイルメール送ったじゃないですか。あのイベントが終わった後にね。そしたらなんかみんなからさ返事がたくさん来て、なんかすごいほっこりしました気持ちがなんかうん、嬉しかった。みんなの返事が嬉しかった。
フォローしました。おー、ありがとうございます。帰りルームに続き、おお、帰りのファンですか。帰りもさ、あのイベント終わった瞬間に LINE してくれて、 LINE してきてくれて優しかった。あら、ありがとう。昨日は21時台に寝てしまった。え、早っ、めっちゃめっちゃ早いじゃんそれ。よいしょ、はい、これね、ありがとうございます。でも後で、あのちゃんと全部写真撮って755かなんかに載せるので、スクショしたいからゆっくりです。え、何を、ありがとうございます。そう、うさやにしちゃった。全部変えてってる。そうなのよ。よいしょ。あとカホも連絡くれてすぐ。なんか確かね、カホが昨日9時から配信だったんだよな。9時から配信で、多分私が8時40分ぐらいまでショールームしてて、その後にそう LINE 開いたら、そうカホがなんか連絡くれてて、ハートありがとうございます。そのまま電話したっていう。めっちゃ泣きながらカホに電話した。そう、おもろくない、めっちゃおもろくない。五右衛門しか、こんばんは。あの状態のまま私カホに電話して。おもろかった。泣いたの？うん、昨日泣いた、ショールームで泣いた。こちらはこれです。うさやにしちゃった。うさやにしちゃったけど、にゃーん、かほちゃんイケメンやな。イケメンよ、ありがとうございます。かわいいねこれ、ありがとう。めっちゃかわいいって。次が、本当に最終枠たくさんいただいたからさ、いっぱいあるんだ。かわいい。あ、スクス取れなかった、オッケー。はい、取れたかな。はい。ありがとう。ありがとうございます。機械も強いし、やっぱマシも。そうなんよ、私がさ、あの機械大大大大大苦手で、それに対してカホがめっちゃ機械得意なんよ、本当に。だから本当お世話になってる、本当にお世話になってるよね。私本当になんかさ、機械できなすぎて現代人か疑うよね自分で。そう、カオツさえ性格似てるよね。似てんのか、私はあんま似てないと思うけど、どうなんだろう、似てるん、あ、どうなの、似て
似てないと思うけどな、わかんない。ありがとう、こちらこそ。よいしょ。かわいい、ありがとうございます。さやの誕生日まであと40日。え、そうなの？あと40日なの？でもそっか、来月だもんね。あと40日か。でもなんかそう、大人になってからさ、大人になってからっていうか、なんか昔はさ、自分の誕生日ってめっちゃ意識するやん。意識してさ、なんか誕生日プレゼントはこれみたいにめっちゃ決めとくやん、最初から。そう、あ、お手紙ありがとうございます。リモスター花束ありがとう。決めとくじゃないですか。でもなんかさ、年なのかわからんけどさ、全然盛り上がらなくなったんだよね、自分の誕生日に。そう、こちらです。そう、盛り上がらなくなっちゃって。ありがとう。そうなの、意識しなくなって、なんか、あ、誕生日なんだみたいな感覚。こっちだけ盛り上がってる。いや、それ本当に嬉しい。なんかそうじゃなかった、私多分自分で多分覚えられない誕生日、あ、覚えられないはちょっと思ったけど、そんなに、なんか、なんだろう、今はさ、ファンの皆さんが盛り上げてくれるじゃないですか、もう盛大に。だからめっちゃ嬉しいし、そう、なんか、あ、誕生日だって気づけるから嬉しいから、盛り上げてください毎年皆さんが盛り上げてくださることによって私も盛り上がるから、そう、盛り上げてくれ。そう、去年はね、オンラインおしゃべり会が あったんよ。当日に、10月14日にあったんでしょ。そう、10月14日に会って最高だったんですけど、今年これなのよ、10月のおしゃべり会の日程が。だから、まあ、近くて10日と16日なんよね。そう、だから当日はないんだけど、ぜひ来てください。10月10日で20歳ラストだし、16日は21歳になって初なので、ここで生誕 T シャツ着ようとしてるので、ぜひぜひどこでもいいんですけど来てくださると嬉しいです。うん、でイベント参加してくださった方、応援してくださった方にぜひ来てほしいかな。みんなに、みんな来てほしいかなと思う。そうそうそう。あ、なにこれ、ネズミちゃんありがとう。シャンメリー、待って、これ発音どっちだっけ、シャンメリー、シャンメリーだっけ。探すの大変だったそう、去年なんかね、私がシャンメリーだっけをが好きなんですみたいなこと言って、みんな用意してねって言ったら結構売ってなかったらしくてすごいみんなに大変な思いさせたリアルに超大変な思いさせた。なんかネットとかでわざわざ見つけて来てくださる方とかもいたりとかして。そうそうそうね、クリスマスしかないんだよね。なんか私知らなかったのよね。なんかいつでも売ってると思ってたの、シャンメリーって。だけど、そう、売ってないんだよね。クリスマスの時はコーラ飲んでたまあ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 そうなんだ。ケーキ屋さんで買う、あ、ケーキ屋さんはやっぱ売ってるか。なんかちゃんとしたケーキ屋さんじゃないと売ってないのかな。どうなんだろう、その場所によるのかな、わかんないけど。はい、ありがとう、ありがとうございます。ありがとう。よし、次ですね。よいしょ、今あと、ま、半分ぐらいかな、半分ぐらい。よいしょ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 。お、猫ちゃんだ。絵うまい？そうかな、私結構下手キャラなんだけど、ありがとう。
なんかお顔すっきりした。え、ほんと？むくんでない？今日はめっちゃむくんどるんだけど。嬉しい、ありがとう。すっきりしてるって嬉しいですね。そういえばあれ食べたんだよね今日。なんかコンビニのさ、めっちゃ気になってたなんかスイートポテトのなんかショートケーキみたいなのがよく分からんけど食べた。美味しかった、めっちゃ本当に美味しかった、最高だった。そう、なんか今さ結構さ、そういうスイートポテトとかさ、なんかお芋系コラボしてるじゃん。だからなんか気になってて買っちゃったよね。え、美味しかった本当に。はい、ありがとうございます。ありがとう。なんかこれがケーキだったから思い出しちゃった。さつまりこは食べた。さつまりこさ、私食べてないんだよね。さつまりこ大好きなんだけどさ、食べてないんだよ。こんばんは、こんばんは、ありがとう、ハートありがとう。9月になってお芋系増えてきたね。そうなの、もう最高すぎる。しかもなんかスタバのさ次のやつがかぼちゃらしいんよね。まあかぼちゃも好きなんよね結構。かぼちゃも好きでして、そうが楽しみ、本当に楽しみすぎる。なんかさ、去年だっけスイートポテトやってたじゃんスタバ。大好きすぎてもう一生売っててほしいと思った。本当に大好き、ありがとう。ミスドのドーナツも美味しそう。それな、それなのよね。食べてないんだけどさ、食べてないんだけど、なんかいろいろ種類あるっぽいよね。美味しそうだよね。私なんかあんまり普段ドーナツ食べないんだけどさ、それは気になった。あ、食べた人いる？え、いいな。なんかさ、いろいろ種類あるよね。何が何なんだ。大学芋のあります。あ、そう、大学芋とかもねあったよね。お札クロワッサン、あ、そんなのあんの？いいね。ファインフラペチーノ飲んでしまった。え、あれ本当美味しいの。私も 2個頼んだ。なんかクリームありとなし。1個はマリナさんがおごってくださった。じゃん、これです。ありがとう、ありがとね。結構うまくないこれ。なんか向きも結構うまくない。ありがとね。よし、え、このノートもなくなるんだけど私。よし、12日のサメカツな声当たるといいな。そうね、そうだよね。12日、久しぶりなんだよね公演。1ヶ月ぶりぐらいじゃない、私もしかして、かして、多分久しぶりの公演なんですよ。まあ、日野も一部出演していただくんですけど、ちゃんとこうなんだろうね、単独で何かをするっていうのが、何かをするっていうか、こう劇場でお客さんを入れてこう何かをするっていうのが初めてだから、ちょっと結構大きなイベントですね。そう、大きなねイベントですよね。やっぱり頑張んなきゃね。多分来週ぐらいにグッズのこともお話できると思うので少々お待ちください。
ぜひぜひ応募してください。サメ勝つのもあるし、ギター声もあるし、迷っちゃうと思うけどね、お好きな方を選んで来てみてください。はい、できました。ありがとう。なんかペコちゃんみたいになっちゃった。ありがとうね、ありがとう。グッズ楽しみにしててね。よいしょ、次めっちゃ書くの遅くてごめん。まあのんびりお話ししながら、なんかサイン会みたい。こんばんは、こんばんは、ありがとう初見さん。よいしょ、3年ぶりぐらいに劇場行ってみたさあります。お、来てください、ぜひぜひぜひ。リタ行きたいな、来てくれ来てくれ。お絵かき会だね、そうだね、おしゃべり会の後にお絵かき会。はい、はい、ありがとう、ありがとうございます。あ、ありがとうね、ありがとう。ギター声選曲決まった？うん、決まってるよ、はい、ありがとうございます。よいしょよいしょ、果たして書き終わるか。まあ12時ぐらいまでやろうかな。なんかイベントで慣れちゃったよねこの時間帯。普段だったら絶対この時間帯やらないんだけど、私なんか昨日までほんとずっとこの時間帯までやってたから普通になってきちゃった。でもイベント以外でこの時間帯配信するの初めてです。初めてなのよね。こんばんは。ひなちゃんが一部出演については喋ってた。あ、本当？何喋ってたの？気になる。何喋ってたの？ひの。もう寝なくて大丈夫になった。それはやばくない？ちゃんと寝てくれ。よいしょ。はい、ありがとうございます。キティちゃん。星集めの時間確認してしまった。そうよね、なんかね、そうなるよね。ありがとう、誰もありがとうね。さやしくかたん、ありがとう、ありがとうございます。よいしょ、よいしょ。みんなもお疲れだったら寝っ転がりながら見てください。もうゴローンって感じで見ていただければ。よいしょよいしょよいしょ。香水歌うとかみんなで言ってたよ。あ、香水、あ、あ懐かしいね。そうね、歌ったね。なんか前に日記入れした時になんか日野がそうカラオケ大会みたいなのがあったんだよね。カラオケ大会みたいな企画があって、その時に日野が歌って、後ろでなんか私とかがなんかふざけるみたいなやつがあったり、多分それのこと言ってんのかな。ハートありがとう。これスクショちょっとミスったんだけどさ、これこれスクショちょっとミスったけど、こんな感じです。ありがとう、手紙ありがとう。
団にいるのでコメントなくなったらスヤスヤしたと思って了解です。こんばんは、こんばんは。そういえば私今日でこの髪の毛おさらばなんだ。みんなよろしく突然の報告突然の報告。そういえばえっとかみんなびっくりよね、みんなびっくり突然ねみんなびっくりしてる。そうそうそう、そろそろちょっと美容室行きたいなと思って。切るの？いやそんなに大きくは切らないです。私はロングが好きなので。金髪ですか？とか言って金髪かな金髪だよねやっぱり。ピンク似合いそう。え、それよく言われるんだよね、ピンク似合いそうって。でもさ本当なのかなそれって本当なのかなっていうか、ピンク系女子大丈夫かな私になっちゃっても。むむむむむむ。でも髪本当に伸びた私。よいしょ、はい、ありがとうございます。ありがとね。派手な色似合いそう。本当？ブルーブラックさや、あーブルーブラック、ブルー系も言われるかも結構。あ、書き終わった。あ、ありがとうございます皆さん、書き終わりました。ラベンダーも似合いそう。本当？まだ週間似合う。本当ですか？書き終わった。ありがとねみんな。よいしょ。ありがとうございます皆さん。髪が本当に伸びたんよ私。やばくない？結構伸びた。だから少し、あでもどうしようかな。でも言うてこの長ささ、あの好きなよね。このぐらい結構理想ではある、私の中で。でもなんか長いなとは思うけど、結構なんか巻いた時にこのぐらいの長さっていうのが好きなんよね。そう、お疲れ様です。お疲れ様です。リカさんみたいなカラー絶対似合うよ。本当ですか？ロングが好き。そう、私もロングが好きなの。多分私のファンの方はロングが好きなんだよねきっと。バラちゃんありがとうございます。そう、でもなんか結構なんかなんだろうね、そう切ってみたさはある。普通になんか短くしてみたさはあるけど、こんな感じであるけど、でも結構今短いメンバーが多いよね NGT って。だからまあロングでいいかなとは思ってるし、だってこれから秋冬になるから、まあ、ロングの方があったかいよねみたいなあったかいよねみたいな感じじゃない？ケア大変でしょ。どうして？え、んでもね、んなんだろう、なんか美容室でもらったトリートメントとかしてるから。ハイトーン見てみたいです。ハイトーンね、したことないんだよね。そう、ブリーチしたことがなくてまだ一回も。そう、あんまり明るくてこれぐらいかな今。そうそうそう、うん、お団子とかまとめるのが好きです。あ、なるほどね。確かにマフラー巻いてるのか。確かに確かに、マフラーね、マフラー系女子いいよね。制服と髪型も楽しみ、あ楽しみにしててね。ああの明後日おしゃべり会なんですけど、また夕方からかな、月曜日だから確か。制服です。そう、ロングに関してはアレンジが効くのよね。そう、アレンジが効く。
短いとシャンプー楽だよ。いやそれほんとそれだって、私この長さで慣れてるから、もう結構ずっと私ロングなんですよ、生きてきてる中で結構ロングなんですけど、あのちょっとだけ切っただけでもすごい楽に感じる。今日なんか白さましてる、本当血色ないのかな私本当に血色ないマンなんだよね。それか背景が白くなったからとかわかんないけど背景が白くなったとかわかんないけど、なんちゃってボブ、なんちゃってボブってどうやってやるの。なんか多分でも私さ、髪短くしたら結構強い系になる、なる気がする。なんか強くないなんかいかついっていうか、なんかおりゃーみたいな、喧嘩強そう。テニス時代もロング、うんロングだったね、ロングでしたね。もうこのぐらいとか、このぐらいとかもさまよってたから、だいたいこれぐらいからこのぐらいの長さまでかな。うん、そうポニーテールしてた、ポニーテールかツインテールしてましたねテニス時代は。うんうん、より可愛くなると思うけど本当切って、うん。でも私ボブは絶対に似合わないから、こういうなんか丸まってる系が似合わないと思う絶対に。だからしたとしてもなんか外羽っていうかさ、なんかなんだろう、多分外羽、こう内巻きは絶対にダメ私はね。短いのも似合うけどサイはロングだよね。まあよく言われる、まあ、ロングだもんねずっと。うん。でも明日さ、私がもしさ髪めっちゃ切ってさ来たらめっちゃみんなびっくりしちゃうんだろうな。サイヤ教えんみたいな。サイヤ教えんみたいな。もし変されちゃうかもしれない泣きながらおしゃべり会かどんだけロング好きなんだよえ、でもどうなんだろう、なんかファンの方って髪型で結構し変したりとかするのかな。どうなん、どういう感じ、どういうものそれって。ずっとずっと大好きで推してましたロングの子がいきなりさショートカットとかさなってさ、あもう、あ推し変ですってなるのかな推し変はしないの、推し変はしないあみんなしないみたいそっかそっか、そうだよね、髪型が変わっただけで中身とかは別に何も変わってないからね。髪型で推し変したことない、まあ、そうよね。でも中にはいるのかな、どうなんだろう。そもそも髪型関係ない確かに。バラありがとう、誰もありがとう。この人はしないです。どうだろうね、わかんないよわかんないよ、押し増しする、押し増しするのでも何人かしそう、押し変ね、ショック受けるかも私が髪の毛切ったらショック受けるなんかそれ悲しいな似合わないみたいになってんじゃん私が似合わないみたいになってる。おやすみ、おやすみ。
難しいですね。まあでも切らないですよ私。ニックでドッキリする、あいいね。ニック持ってないけど、たらまありがとね。みんなも眠いかこの時間帯。前髪だけ短くなってたらどうしよう。前髪短くなることはないかな私。でもちょっと長いから切りたいかも。なんか一時期前髪を伸ばしてこうやってもうかき上げようかと思った時期もあったんですけど、結局やめました私。なんか前髪はやっぱあった方がいいのかなとか思ったりしてやめました私伸ばすの。でもまあたまに邪魔な時こうやったりはするけどね。そう結局切っちゃうの。北イベントの髪型どうなるんだろう。確かに何にしようかな。でも大体決まってる自分の中で、まあこれかなみたいなのはある。アイドルはまあ髪前髪がある方がいいよね。どうなんだろうね。私はどっちでも好きだけど、まあうーん似合ってればって感じかな。そうそうそう、ギターイベント DM メンバーある、あある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 と思うんだよね。あるあると思う、うん、からね、あの来れる方はぜひ来ていただいて、もし来れないよって方は配信でいただけると嬉しいです。今ボブ流行ってるよね NGT。 うんそうね、確かになんか、うん、ボブの子が多いかも。結構みんな切ってる、カイリも切ったし、うん、ユナコも短いでしょ。そうそうそうね、みんな短いかも今。ボブブーム流行ってんのか、流行りが来てるね。なんか切りたくはなるけど、私が切ったところでって感じだからね。需要なみたいな。私のこれぐらいとか需要なさすぎでしょ多分。夏ってのもあったのかな、夏だったし暑いしとか。うん、ダンスとかすると短い方がいいけど、ああどうなんだ。確かになんか長いと長いで熱いかも。縛ってればいいんだけど、でもなんかさ、オーサムの時割と私下ろしてるんですよ実は髪の毛を毎回。なんかこの間ナットジャムの時にポニーテールにしようか迷ったんですけど、なんかポニーテールの方が多かったので下ろそうかなって思って下ろしたらすんごく熱かった。すんごく熱くて、もう踊ってる途中にあこれやらかしたなって思った。あこれやらかしたって思って後悔した。そうまあでも MV、 そう MV とかそのジャケ写とかがおろしだったからまあいいかなと思ったんだけど、熱さ的にはちょっとやらかしたと思った。本当に熱かった、暑くて、もうあの日やばくなかった、みんなの汗異常だったよね。なんでなんであんなに暑かったの。でもさ客席はそんな普通でしょ、涼しいでしょ。なんかステージめっちゃ暑かったんだけど、暑かったし、なんかもうオーサムとか途中で倒れるんじゃないかなって思った。
そう、しかもオーサムってこうこうやって上を見たりさ、こう下見たりとかするじゃん。でこれでもう髪がかかるよね、ここのオーサムなんで、ここでこうなるでしょ髪の毛が。でその後こう持ってかなきゃいけないの髪の毛を。そう、そこが結構ポイントかなポイント、髪長のポイント。そうだから私はその技を得た、オーサムで。そう、ここでいかに髪をかけずに起き上がれるかみたいな。そう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 、そこをね頑張ってるのでぜひ見てください。そこ衣装がまず、あ、そうなんでね、夏衣装じゃないから、あのジャケットが厚くてもうやばいよね、ジャケットすぐ脱いだよね、終わった瞬間に。そうなのよね。でもね、踊っててめっちゃ楽しい、ノリノリになれる曲だからさ、いいよね楽しい。こんばんは、こんばんは。新潟総取りさんも9月ですからね、楽しみだな。シャーベットピンクはなんか涼しそう。確かに確かに確かに涼しそう涼しそうだね。シャーベットピンクも多分さ、久しぶりっていうかさ、本当に皆さんの前でこう披露するっていうのがあんまりなかったから、シャーベットピンクって。だからこの間のアットジャムでそうできて嬉しかったし、みゆみゆもすごい喜んでたから嬉しかった。さや眠くないの？まあ眠いけど、でもまあ12時までやろうかな。ありがとうございます。でもなんかよく私の声って眠れるって言われるんですよ。だからぜひ寝落ちしてください寝落ちしてください。なんかあるよね、なんか ASMR みたいな、なんかひそひそみたいな、ひそ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 。こんばんは、こんばんは。カタンしかさよ、おう、すやすやすやしてもいいよ。さやギター声良すぎて眠くなる、それめっちゃ言われるのが大丈夫。私のギターイベント怖くなってきたんだけど、なんかさ、なんか電流とか流す機械とかあればいいのよな、途中で起こすためにこうセッティングしといてもらってさ、はい今から劇場入られる方これを手首につけてくださいみたいにしてさ、みんなが眠そうだったら私がボタンを押してブーンみたいなで起こすみたいな電流を流す起きてる人も食らうからみんなで協力して、あ、寝ないでくださいって、隣の人が、あ、眠そうだなって思ったら寝ないでくださいって言うこんな公園は嫌だ確かにお綺麗になりました。お、ありがとうございますみんなで協力して起こし合うみたいな全員連帯、そう連帯責任で皆さんよろしくお願いしますクラクラに対抗してすやすや、あ、すや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 作りますかメッキ声確かに眠れる声の代表格はみはるさん。あー、みはるさんも確かになんか落ち着く声してますよね。ギターの方に集中できない確かに確かに確かに
誰かが寝ると全員に電流流れるの。そうです、気をつけてください。みやちゃんの声もすごい、ね、確かに。なんか今日かわいい、なんかいつもブスみたいね、それなんか今日かわいいね、いつもブスじゃんそれってねえ、まあそういう電流とかはないので、ぜひ怖がらずに応募してください15日、平日なので、あの18時からなんですけど、ぜひぜひお時間合う方は来てくださると嬉しいです。第1回最大イベントということで、はい、皆さんぜひぜひたくさん応募してくださると嬉しいです。日野も出るので、ぜひ日野のファンの方も来ていただければなと思います電流は流れません注意書きで書いとこうかな応募します。ありがとう、イベント行きたい、来て来て、みんな来てくれ、みんなに応募してほしいけど自分が当たらなくなる確かに好評なら2回目もあるから、どうなんだろう、どうだろう、どうだろう。ひのちゃんも出るのか、そうなんですよ、ひのにも一部出演してもらおうと思ってます。なんで楽しみにしててください。ハートありがとう。電流ないなら行きたいないわないから応募してくれ安心して応募してくれ。はい、で話してたらもう残り5分ぐらいになっちゃいましたね。5分ぐらいになっちゃったので壇上を読みたいと思います。ではでは、13位、第3ありがとうございます。12位、ホークさんありがとうございます。11位、ヤヘイさんありがとうございます。10位、カズヤさんありがとうございます。9位、星の鼓動愛さんありがとうございます。8位、マサさんありがとうございます。7位、イーティーさんありがとうございます。6位、松尾さんありがとうございます。5位、リンさんありがとうございます。4位、サイママさんありがとうございます。3位、さやちゃんさんありがとうございます。2位、エンドさんありがとうございます。1位は山ありかもごうさんでした。ありがとうございました、ありがとう。イベント終わってもこの時間っていうなんか慣れちゃったこの時間にね。今日はおしゃべり会だったんですけどね、来てくださった方ありがとうございました。本当に楽しかったです。3、4、5分、サーヤじゃなくてなんだっけ、あのベアーヤとネーヤになったんで、ぜひツイッターに写真載せたので見てみてくださいベアーヤ忘れないで、それな。てかさ、なんか圧倒的にネーヤンすぎて、みんなのコメント見てたら、返事のちょっとベアーヤかわいそうになってきたどっちが好きなの本当に、みんな投票しようかな今度。うさいや、いやいやねえや、第3回ぐらい、第3回総選挙みたい、総選挙っていうかなんかランキングみたいな喋り会取っておけば、ぜひぜひ来てください。10月、あと9月25日の分も最後の受付なので、ぜひぜひぜひ待ってます。つけたよ、ありがとう。おしゃべり会ぜひ来てね、みんな応募してね。尻尾もいいから、尻尾可愛かったよね。そう、なんか結構リアルな感じで、そう、あれ結構ね、リアルよね、尻尾が。これさ、12時になったらこれさ、勝手に切れるよね こんばんは、こんばんは。耳も似合ってた、やった。勝手に切れる、そうだよね。じゃあこ
このまま配信しよう。明日も夜かな、明日も夜配信します。でもこんな遅くないと思う。ぜひまた見に来てください。ちょっと今日もね遅い時間で申し訳なかった。みんなお眠だと思うのでゆっくり寝てください。うさやの日も可愛かったありがとうございますありがとう。全制覇したうさやペアがね、やんでありがとね。あと3分ぐらい。久しぶりにのんびりとのんびりとショールームができてよかった。のんびりと。なんかこれちょっと大きくしようかな。なんかちっちゃくない？この後お風呂ですか？私もです。ゆっくり疲れを取りましょう。ねこれ小さいよね。なんかいろいろ貼ってたからさ、これでちょうどよかったんだけど、今となってはちょっとちっちゃすぎる。私の肩でこう見えないし。のんびりしようね。お疲れ様でした。お疲れ。のんびり配信めっちゃいい。本当ですか？私普段結構のんびりしてる。大きいの作る、これちょっと作り直そうかな。なんかちょっとちっちゃいから作り直す。もうすぐ終わり。本当だ本当だ。みんな今日もありがとうございました。ちょっとイベントで疲れてる中、こんな夜遅い時間に発信してしまってごめんなさいでしたけど、ありがとうね。おしゃべり会も楽しかったです。次は明後日かな、おしゃべり会。受付も今ちょうどしてるので、ぜひ来たいなって思った方とか、イベントを応援してくださった方、特にぜひ来てくださいよろしくお願いします。ではまた明日。おやすみなさーい。ありがとね、見てくださって。また明日、バイバーイ。